磯砂山は、京都府京丹後市峰山町と京丹後市大宮町に、またがる山。丹後半島の付け根に位置する。標高は661メートルであり、大鉱山と大鉱山に次いで、丹後地方で3番目に高い山とされる。京都の自然200線に選定されている。現在は、磯砂山という名称が用いられることが多いが、クジラの古名である。 イサナの子に形状が似ているからだとする説がある。別称として、七山、マナイ岳、マナタメ岳、足浦山、ヒヌマ山、イサ山、白雲山、一発山などがある。表記としては、イソ砂、科学、また、国宝、海富士家投資の本記には、イサナ氏、学の文字が使われている。ギシワ神殿には、山大国の植物として、約20種が記録されているが、 磯砂山には、全種があるとされる。かつては、霊山として崇められており、女池より上は、女人禁制だったとされる。磯砂山周辺の古墳や、神社の多くが、磯砂山に方角を向いて立っているとされる。京丹後市網野町の網野町子山古墳や与佐郡与佐野町の恵比寿山古墳からは、磯砂山がその付近では、特に美しく見えるとされる。 京丹後市大宮町上、常吉の富持神社からは、社殿の真正面に、磯砂山が見える。ちなんだ歌として、泉式部に送った県中納言、田よりの、生きゆかすきか、魔法式は、いつかたに後、田村圧首の千山、よさの秋子の、人とありて、七の子のが言う太もと丸なかれ五月の霧よが名高い。京丹後市峰山町にある、 京都府立峰山高等学校の校歌は、伊サナゴの山並みで始まる。天女伝説が伝わる、女池東山は、七の天女降臨の地とされ、七三伝説で知られる。三穂松原、イカサザエと並んで、羽衣天女に関する三大伝説の地とされることもある。現在、七三伝説にまつわる地名が、京丹後市峰山町や京丹後市大宮町に数多く残る。 単語国風土器一文や単語旧時記に記されるマナイは登録の女池を指す。マナイには八人の天女が舞い降りて身を清めていたという。最六の京団越市峰山町松留正寺王子と大勢の間に乙女神社があり、この神社には天女の三人の子供の一人が祀られていてことき、お参りする飛び女が授かると言われる。乙女神社の向かいには、 コテージなどの宿泊設備を有する天女の里交流施設がある。1990年11月には、峰山町立図書館に、羽衣伝説の関係資料を集めた羽衣コーナーが設置された。これまで、磯砂山では5つの滝が知られていたが、1998年には、丹波風土記に記されていながら所在が確認されて、 いなかった、キリフトの滝と見られる滝が発見された。増スド川の支流である大河谷川の上流部にあり、標高約500メートル地点に高さ3メートルから5メートルの滝が五段に連なっていた。この地点は雑木が密集する自然林であり、山仕事を行う人も足を踏み入れない場所だったが、たまたま下草を刈りに来た作業員が8月5日に発見した。 西側の京丹後市峰山町松スとメ小児体制、東側の京丹後市大宮町上津根と山体の東西から登山することができる。京丹後市峰山町五家小児茂地、京丹後市峰山町五家小児大蚊屋からの登山道もある。山頂からは眺望が良い。西側は標高383メートルの羽衣お茶山で車でアクセスすることができる。 手軽なハイキングコースとして認識されており、1995年には年間2500人が訪れたという。ハゴロモチャ屋外観1995年、大制の案内板より約 1.6km の地点に、ハゴロモチャ屋と称する、休憩所が整備された。同いった武器の木造平屋建ての小屋で、面積は25平方メートル、ベンチは5基設置されている。トイレもある。 従来は登山道にトイレがなく整備を求める声があり、掃除業費950万円をかけて整備された。羽衣茶屋から約300メートル歩くと登山口があり、山頂まで110段の階段を含む登山道が続いている。段数は天女の点を2つ重ねた段数であり、1990年から1991年にかけて峰山町によって、 コンクリート正義機械団が整備された。無名の峠では、大宮町上常根基地からの登山道が合流し、峠から南に分岐すると、女家がある。峠から北に向きを変え、南無妙法蓮華経の宝塔を過ぎると、やがて山頂に至る。山頂から西側の長目山頂には一等三角点がある。1990年から1991年にかけて、 峰山町によって山頂に点々広場が整備された。点々広場には高さ2メートルの日本最古の羽衣伝説発祥の地のモニュメント、双眼鏡付き展望台、ベンチなどがある。モニュメントは峰山町マス止めの石膏が制作したものであり、日差しの加減で天女の像が浮かび上がるように南東に向けて設置されている。山頂からは四方を眺望することができ、東は 青葉山や、天の橋立のある、宮津湾など、西は交流時が竹や商店橋のある、久美浜湾など、南は大鉱山など、北は市京山などを見渡せる。ありがとうございます。